速報、吉田麻也さん、ガチで、ブンデス屈指の DF になってしまう。直近7試合3失点、ドルトムント戦でのデュエル勝率 100%、画像の全試合フル出場&キャプテン。天下。やば。ドルトムント戦での採点はチーム1位な。死にかけのシャルケをなんとか、この世に繋ぎ止めた英雄や。シャルケてのやおるやろ。ベラジョン無料版。有料版にアップグレードしたか。プレミアで長年レギュラー張ってたのに、日本人は過小評価するよな。国王杯ベスト11とか、入った経験あるのに。プレミア、セリエ、ブンデスで活躍してた日本人とか今後出ないやろ。外国人でもむずいわ。ブンデス程度で活躍しててもな、セリエから捨てられたおっさんが無双できる低レベル分です。2年連続日本人 DF に助けられるシャルケ、これは日本代表のキャプテンですわ。吉田なのにすげえ。吉田のくせに生意気ぐらいの勢い。正直吉田なんか今誰も興味ないで。正直代表にハモいらんシャルケで頑張っててくれ。言うて富安いたくら以外の CD って吉田超えられてなく、ネタ見口は W 杯じゃよかったけど、今中東だし、伊藤はコスタリカだし、富は体丈夫じゃないからめったに怪我しない。吉田はやっぱり必要不可欠吉田だけだよ。 W 杯全試合フル出場。富安は CD じゃセリエでも微妙だったし計算できない。板倉は最近ひどいパフォーマンス。未だにナンバーワンは吉田なのかもね。まだまだやれるな。4年後も頼むわ。吉田は持つ展開になると全ての機能を低下させて裏抜け一発の穴になる。守備固めにはまだ使える。アジア杯で使うと絶対狙われる。本的に下位チームだけだ。それなりに活躍してるから日本人の中ではレジェンド級や。逆に DF が目立つためには下位チームにいないとダメだからな。ワールドカップで活躍しない DF とか誰も興味ないやろ。吉田の人生の足元にも及ばん。ゴミどもが吉田のことをごちゃごちゃ言ってるの地獄だな。さすがネットの便所の落書きだな。だな。スペイン戦の神クリアで許した。別に誰も過小評価してなくね。日本代表の歴代 DF でもベスト11の候補に上がってくる名前だし、 CD では中澤プーリオコンビを選ぶか吉田プラス誰かを選ぶかの2派に分かれるくらいの有力選手。今現在の実力だろ。シャルケなんぞでようやっとる。 GK 川島39歳、フッツストラスブールで第3 GK 長谷部39歳、フランクフルトで活躍&キャプテン。フォンテ39歳、フツリールで活躍&キャプテン。サウサンプトンで吉田と組んだ選手吉田34歳、シャルケで活躍&キャプテン。まだまだいけそう。長谷部みたいになってんじゃん。長谷部も35くらいでブンデス前半戦ベスト 11MF 部門で選ばれてたよな。吉田にはシャルケの太いスポンサー探しまでお願いしたいところ。グランパスつながりでトヨタとかムリカね。ガスプロムよりは細いと思うが。